はーい、お疲れ様です。もどみつです。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話はですね、フェミニストがまた性的消費だーっていうことで声を上げてるぞーって大炎上してるね、そんなお話になるんですけど、ざっくり言うとですね、まあ、このグラビアアイドルの人がですね、ANA、あの飛行機のね、ANA とコラボして CA、キャビンアテンダントで、えー、まあ、こうやって写真撮ってたわけなんですけど、全然性的なよ 要素とかなないのにそのにそコラボ写真を見てふざけんなーっていうことで声を上げてるんですよね。性的消費だーってなんじゃそれみたいな。まあその件についてね、まあしっかりとこんな感じでねあの、いつもツイッターのノートでですね、えー、完全論破されてるわけなんですけど、まあそれでもこれがものすごい話題になって、まあ最終的にこの写真のリンク先っていうのが削除されてるんですよね。まさかのフェビニストに屈してしまうっていうのはそんなお話なんですよ。ということで、まあ むちゃくちゃなランクスをつけるベビリストのお話を見ていこうかなと思います。元水のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、まあ、ことの発端なんですけど、こちらのね、ゆきひらさんっていうね、グラビアアイドルの人がこんなツイートしてたんですよ。本日発売のフライデー、あの、週刊誌でね、フライデーに、キャビンアンテンダトとして、えー、登場してますと、CA で登場してます、ANA さんとの初コラボ、ぜひチェックしてね、っていうこと といことでまあこれをですね自身のインスタグラムにも画像を上げてくれてるんですけど、まあ、4枚だけねこんな感じでジャケット着てる姿だとかあとこれエプロン姿のものもあったりするんですけど全然露出とか多いようなそんな服ではないわけですね、まあ、あくまで CA の格好してる、まあ、コラボをしてるというので、えー、写真を撮ってフライデーで乗るというような話なんです ですけどこんな感じで「ANA さあグラドルとコラボして何がしたいの?」って「このせいで御社の CA を性的な目で見るアホが増えると思うんだけど」って「一般女性と性を商売道具にしている女を一緒にしてはいけないよ」っていうことで「グラビアアイドルは性を商売道具にしていて一般女性とは違うんだからね」っていうことを言い始めるんですよね。 はぁわけわかんないよね。全然意味がわかんないんですよね。まあ AV 新報の話だとかで、まあまず AV、セクシー女優に対して突っかかってきてましたけど、ついにグラビアアイドルとかにもなんかね、く癖つけ始めてるんですよね。で、まあすぐにですね、こんな感じで Twitter のね、えー、このノートがついてですね、 エビデンスをつけた上でで否定さされれてて論破されてるんですよねグラビアアイドルは日本国憲法14条全て国民は法のもとに平等であって人種、心情、性別、社会的身分または文地により政治的、経済的または社会的関係において差別されないで保障された職業ですということでグラビアアイドルは何か差別されるようなそんな職業の人じゃないよとまた風俗営業等の の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の対象とする職業でもありませんと、まあ、完全に論破されて間違いだーって訂正されてるわけなんですよね。まあやっぱコミュニティの音すごいね。 <laughs> だただですね、まあこれがめちゃめちゃ話題になってですね、なんとこの、えー、リンク、えー、これどこのリンクになるのかわかんないですけど、インスタグラムのね、ページが見れなくなってるわけなんですよ、こんな感じで。これどこのなんだろう、フライデーなのかなまあ本人、グラビアアイドルのユキヒさんのページは見えているので、これフライデーか ANA のページで見れなくなっちゃってるわけなんですよね。ちょっとこのリンクの URL からは、どのアカウントかっていうのがもとみとたどれなかったんで、どの アカウントによる、えー、ページが、えー、削除されたのかっていうのはちょっと分かってないんですけど、まあ、ただ今回のこの批判によってですねなぜか削除に追い込まれてるわけなんですよね。 もうマジで何が性的なのかも全くわからないような内容で何癖つき始めてるんですよ。ただただグラビアアイドルっていう存在、職業を、えー、差別しているとしか思えないような、そんな批判になるわけなんですけど、さらにこういうことも言ってるんですよね、このフェミニストの人。宣伝のために芸能人を使うしかないのはわかるんですけどねって、おう、それはわかるんだね。AKB とのコラボまではまだ理解できましたけど、グラドルは本当意味がわからないです。は グラビア,アイドルはダメで AKB は OK って言ってんの 何が違うのかさっぱりわかんないんですよ。同じアイドルじゃないですか。だからめちゃめちゃ批判殺到してるんですよね。AKB とグラドルの差は何ですかって、いや、その通りだろうって。AKB は OK でグラドルはダメ。その違いは何でしょうか ?AKB も見よによっては性の消費に当たると思うんですが、まあそうだよね。見よによってはそうなるかもしれないし、一体どこにその線引きあんのって話でありますよね。で、グラドル出身の女優さんやタレントさんって5万といるの知らないから、 だっっってててて芸能人とグラドルを線引きしし文句言ってるのの恥ずかかくないのかないそうだよね別にグラビアアイドルだけじゃなくてもグラビアアイドル出身の女優さんがいたりだとかまあ逆に言うとここにも書いてる通り AKB もグラビア出しとるじゃんって AKB だってグラビアのねそういう写真集とか出したりするわけですよね何が違うのってまあこんな謎な言い分が話題になってですねなぜか削除に追い込まれてるわけなんですよねまあ屈ししないで欲しいでから トビツはおったんですけどまあこれに関するねコメントとかもちょっと読んでいこうと思いますこんな感じでねうんグラドルを含めた芸能人は広告に使うための職業だと思いますよ CA は本業に CM はプロに任せるのは合理的な判断だと思いますっていやそはそうだよね うん、だってテレビ CM とか芸能人だとか、えーまあ、女優さんだとか、まあ、グラビアアイドルだってそこに出てくるわけじゃないですかまあそれが専門の職業だからね広告に、えーまあ、使うためまあそれ,それだけのための人ってわけじゃないけど、まあ、それが職業でもあるわけだからさイメージキャラクターみたいな感じでコラボするのは全然問題ないことだと思うんですけどねこちらいいで、ね、させていただきますねとか他には ANA が公式インスタから画像を削除したということでって、まあ、この人は ANA、えー ANA のインスタがから削除されれたってて言われてるんですよ、ね、まあそうだとしたらもう完全に ANA がねあのくした形になってるよね。今回クレームをつけた側に屈したわけだがこういうクレームは断固はね返さないとなーいっていやそうだよ。 だって何が理由かもさっぱりわかんないもん広告を起案した人も広告に登場した人も守らない組織であってはならないっていやその通りだと思いますこちらもいいでさせていただきますね、まあ、こういうフェミニストの言い分一つ一つに一時答える必要はないと思うんですよね、まあ、実際にその可能性があるって言うんであればそうですけどこれ全く意味わかんないよねとか他には肌の露出が多かったよりよっぽど戦場的なポーズでもしてんのかと思ったら全然普通 って、いや、そうなんですよね。肌の露出も全然してないし、なんかやばいポーズをしてるわけでもないんですよ。なにこれって。で、これに文句つけてる人の中に、ジャニーズならよかった、羽生君がよかったとか言ってるやつもいて、いや、それらとグラドルとどう違うのと、自分の魅力を売りにしてるじゃんって、いや、まあそうだよね。男女逆転させたときに、ジャニーズだったらよかったとか、ある種ですけど、それは女性の立場から見て、魅力的に思う、まあ性的な目で見てるのと 変わらないと思うんですけどね何が違うのこれとっていう話ですよね。こちらもいいね、させていただきますね。とか、他には他者に何かを禁止させるのって気持ちいいみたいな感性の持ち主は時代や国を問わずに一定数存在するんだなって私も思いましたっていうことでもうほんとね、自分が気に入らなかったら、まあ、禁止にさせたいみたいなね、そんな気持ちなんでしょうね。こちらもいいね、させていただきますね。とか、ご自分の偏見と世間の温度感の差の区別がつかないん でしょうかって同性に厳しい傾向が女性にはあるのかなって言うよね。なんでそんなに文句ばっかり言うんですかねでジャニーズアイドルもグラビアアイドルもちゃんと節制して考えて稽古しない人はトップになれない芸事を売るタレントですよとしれっきとした職業なんだぞーっていう風にね言われてます。とか他にはこちらねネタで言ってますよねってそれマジじゃないよねって本気で言ってたらちと思い込みが激しい感じですかねっていやそう 全然いいと思いますけどね、爽やかに見えますよって。そうそう、だってさっきの写真見てさ、なんかそんな性的な印象を受ける、普通にあのなんか爽やかなイメージだよね、これ見る限り。さっぱりわかんないんだよ。こちらもいいね。させていただきますね。とか、他には、あ、んまあ、こういうの書いてるか。ネタじゃなくて、ネタ見でしょうって、あ、それはあるのかもしれないで、まあまりにも爽やかで、絵になりすぎてるかなって。とか、他には、えー、なんやかんやこういうのに過剰反応しちゃってる、つ リート主の方が C.A. という職業を性的な角度から見てるんでしょうね。アホ臭っていや確かにそう。 ほんとそうだね。自分が性的な目で見てるからこそこんな風に思うんでしょうね。まあフェミニストの人みんなに言えますけど、まあこういうのに過剰反応しちゃってる時点で何でもかんでも街中歩くたびにうわあ性、性的な、性的だって性的な目で見てるわけですよね。まあこちらもいいね。<laughs> させていただきますね。まあそっちの方が怖いなって元光は思っちゃいますけどね。ただ、こういう意見もあってですね、あのフェミニストの三浦よしさん、まあ、ネットの人だったらよく知ってると思うんですけど、この フェミニストの人はこういう風に言っててね、グラドルの否定はクリームガール総選挙で大差で1位になったお菓子系アイドルとして一世風靡セピアしたフェミニスト石川由美さんへの冒涜にもつながりますっていうことで、グラドルの否定はダメだーって、あのフェミニスト石川由美さんの冒涜になるぞっていうので、逆に否定側に回ってるんですよね。このフェミニストはおかしいって、グラドルが ANA の広告に出てはいけないのでしょうか。グラビアアイドルは 売り物にした男に媚びを売ってる汚れた存在とでも言うのでしょうかってなぜかねフェミニスト同士でもこれ意見が割れてるぞーっていうのはそんなとこでもあるんですよまあこれはもうほんとネタでしかないけどね ということで、今回は、またベビリストが声を上げて、ついにグラビアアイドルまで潰そうとしに来てるーっていうような、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。もどみつのチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。